15位松本、22位さぬきの一戦、まずは前半の13分、岩上のコーナーキック、高崎が合わせて先制。このマークの外し方ね、もうこの時点で離れてるんですけど、はい、蹴った瞬間にスッと離れるんですよね。飛び出してきて見事な得点でした。そしてこのまま1対0のまま後半へとゲームは入っていきます。49分、松本、石原から行って浦田というところ、浦田選手よく攻撃に絡んでましたね、はい、そして67分、岩上から最後高崎、ここもマークうまく外してましたからね、はい、そして76分、ここで前田大然が奪います。反町監督も言ってましたけど、こういうところで決めれるかどうかですよね、はい、まあ、前半前田直樹選手もありましたし、はい、キーパーとも1対1っていうシーンがこれ2個目ですからね、うん、そしてこのまま、うん、サヌキのカウンター、木島がボールを持ってシュート、ポストに当たって、はい、なんとかここではそうですね、はい、しのぎました。松本粘り強くこの辺を守ってましたけどね、はい、82分、これもですね、3つ目ですね、キーパーと1対1、はい、こうそう考えるとこの清水選手のビッグセーブが勝ち点をもたらしたっていう形になりましたね。そして88分、森川、まあ、上でじゃなくて下に入れてきたっていうところもこう武田選手ですね、クロスを上げた、はい、ロングスローを投げた後だと思うんですけど、そうですね、まあ、混み合ってるところをちょっと外してマイナス気味に上げてきましたよね、はい、